はい、どうも。あ、はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは。ハミングです。はい、大輔先生です。今回はね、バイオハザード HD リマスターを、この大輔先生にね、プレイしてもらいたいと思います。はい。で、大輔先生は、はい、バイオハザード、ゲームのバイオハザードに関してはね、全く無知ということで、とてつもなく貴重な人材なのでね。全然できないです。そう。で、ゲーム自体もそんなにやってないから。やってないですね。まあ、そんなにサクサクプレイとまではいかないんですけど、はい、まあ僕とか、今生放送をしながらやってるので、うん、視聴者の方とかがアドバイスをしてくださって、うん、頑張って攻略していこうと思うので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、いやーなぁ。うわぁ。こんな不潔な犬に噛まれて死ぬやん。汚さに敏感じゃない君。僕そうですね、綺麗好きというか、そうですね、綺麗好きっていうかは汚いもの好き、汚いもの好き。いやどうしたどうしたどうした。急に性格変わった。緊張が。汚いもの好き。綺麗綺麗好きや、うん。気が狂ったんです。なめへんわ。ちょっと確かに皆さんに舐めそうな勢いだったよね。こちらに行くと、と、その動きやめ。来た。うわぁ。皆さん。有名なシーンですよ、これは。皆さんって何よ。ここで、キショイっていう感想出てくるの、ほんまなんか小学生みたいでおもろい。逃げる、ああ、ガチャガチャしないと。まだ、早いよ。マップ開いた。一回戻ろう。じゃあ、低い声で行こうとか言ってたのにも。待て。ちょっとセーブしとこう。インクリボン、さっき、邪魔。バリー邪魔。これ？インクリボン。拾いましょう。違う。これ食材の炎とかどうでも、もう赤いやん。もうデンジャー行きかけてますけど。ほんで、タイプライターでしたっけ？うん。どうしたらいいですか？みんな。頑張れ、多少は自力でやれ。どうしたらいいんだ、前回やったやろ、ちょっと。いいよ。おぉ！わぁ、危ない。はい、器物破損ですね。誰の家かもいまいち分かってないのに、こんなことしたらあかんよな、普通は。後で罪に問われる。罪に問われるよ。なんか、ピカッとした。ダガナイフ。これで2本。よし。さあ、戻ろう。あ、戻るんか。そうか。え、なんか、怖い。どうしたらいい？あ、一回正面から捕まってもいいんじゃないかな。ほんまに？一回正面から捕まって、ダガーナイフするから、多分。ダガーナイフして、ひるんでる間に抜けて、そう、抜ける。そう。そういうことです。戻ってる。そこ、もうホール戻ろう。オッケー。こっちそっちやね。マップ、来てるぞ。ここ鏡置いてあるから反射してわかんのよね。え、これはどうしたらいい？来るから、撃ったらいいんじゃない？ちょっと待って。あ、一回戻ろう。一回その部屋入ろう。一回部屋入って、ちょっと敵のポジションをリセットするっていう。あ、来た。撃て。はい。あ、あ、あ、いけ。はい。あ、近い。あ、グリ。あ、ナイス。死んでない。多分死んでないわ。それ死んでない。どうしたらいい。ナイフは？あ、死んでるかな？あ、死んだか？これ死んだか？死んだっぽいな。え？あ、死んだ。いる！じゃあ、突っ込んだぞ、お前。一回下がれ。そこ立ってんで。そう、超至近距離でさ、頭打ってみてよ。おぉ！まぁ、なんでこっち向かうの？ちょっと待って。ちょっと。撃て。近いな。おぉ、オッケー。うつ伏せは死んでないから、多分死んでない。血が広がったら死んでんねんけど、あ、死んでないね。オッケー。撃て。よし。オッケー。うつ伏せ。血がぶわって広がったら、
死んだね。オッケー、死んだ、死んだ、死んだ。黄金の矢を取りました。調べる。取れそうだ。おお、そう。こ。お。石碑のくぼみに本がはまっている。取ったものはすぐに調べる。あ、そうか。これが鉄則です。取ったものは調べちゃうよ。あ、組み合わせじゃない。ちゃう。せや、これは裏になんか、せや。俺は覚えてる。素晴らしい。鍵を手に入れた。この鍵が、はい。呪いの書。撃ちますか？まあ、撃ってもいいんじゃないかな。当たったのか？いるいる。一回下がれ。下がってー。あ。ああここどこや、何をしてないんや、どっからや、バリーがいるから。矢尻調べて。こいつがさ、ほんまにキモ、あ、そう。こいつを倒してていいと思うで。もう倒、そうやな、めんどくさいんやったら。さっきだってこいつに。近づいて、あ、よしよしよし、頭飛んだ。いいよ、こいつ復活せえへん。死んだ。アップですね。アップ。ちょっと揺れんねや。うん。気づいたか。さすが男よ。ちょっと揺れんねいや、トイレはトイレ。出よう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 。ちょ、その湯船調べろや。あ、マジでちょっともう、いやいや、汚い。うわ、もうこの、汚水が溜まっている。線を抜きますか？抜く？抜いとこか。抜いとこか、いったんだ。よっこらー、スポ。そんな綺麗に反射せえへんやろと思うが。おう！キス。逃げて何を見とんねんお前うわー汚いうーわーコロナウイルスですコロナウイルスやばい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 汚い早くあげるうんそうやなうん今更感あるけどな壁にショットガンがおほんまやショットガン処理ます学校はあ、ははあ、なるほど。この、ゾンビじゃない。バイオは、なにどうしたわどうや、なんか、扉調べて、なんか、扉両方調べて、そっちと、そっちと、ドアが開かない、もう一個の両方。ドアが開かない開いてない。ドアが開いた。ドアがジル、あー、ジル言うのか早く何しとんねん早くあー、そうNicely into a sandwich サンドイッチができるってことして Thanks But Barry, おー、なんか気楽やな、お前らほんまなんかもう俺がこんな必死やのにお前らときたらなんやねん確かにななんやねん俺があんな焦りを知るより焦ってたもんな大声張り上げてやってるのにサンドイッチができるとこだったらね何よお前は何よおそこすぐ曲がったところに扉があるね、うん、本当ですねうわだったうわーちょ一回その直線によしよしよしほんでそう装備そうああ違う今そっち狙い自動狙いしないってことはあいける当たってない当たってないのか当たってるわああ上にもいるな上にいるそいつ立つか下のやつ立つか刺す装備はっ一回離れて。おおおお。すげえ切ったな。いいぞ。装備。うまい。あった。うまい。倒れた。死んだ。犬笛や。犬笛を取る。取。あ、捨てられていたメモ。今日天才教に呼ばれてあるものを誰にもわからないところに隠せと言われた。いろいろ考えた結果、僕はあるアイデアを持ってた。それはあの凶暴な怪獣に守らせてはどうだろうかということだ。ほう、あの犬はいつもお気に入りの大食堂2階の西テラスにいるし、あそこで君の持つ犬笛を使えばいつでも呼び出せるじゃないか。そうじゃないか。そこで君にはお願いがある。あの犬は君だけに罠がついている。どうか君の手であの犬にこの笛をつけてもらえないだろうか。
この首輪にはスペンサー教から渡されたあるものが隠してある。君は信用できるやつだから君に頼みたい。この俺は必ず捨てもらう。君の前に教えてた例のものが捨てて手に入りそうなんだ。それでどうだろうか。その内容よろしく頼む。ジョン・ポールマン。ライター。Yes。はい。燃える時の火も一応ダメージ入るからさ。使う。使う。ヌベを吹いた。ピーピラー。吹いたってことは犬が来ます。あいつがアイテム持ってるから倒さなあかんねんな。今飛びかかられてたぞ。多分ナイフ使えるんかな、どうやろう。あ、ナイフでいった方がいい。いや、ちゃちゃちゃ、ハンドガン。いや、ダガーナイフ多分使うんちゃうかな。飛びかかられても。あ、ハンドガン外したぞ。はい。いけ。よし。やれ。あー、わーわーわー、ファクファクファク。ファク。下狙って。うまい。どこ行く？うまい、こら。こら。あかんこ、あかんこ。なんか2体いるぞ。あかんこ、あかんこ。ちゃんと狙って、ちゃんとそう、ちゃんと狙って撃って。あっ、ガーッ、素早いからね。死ねえよ。オッケー、死んだ。まあまあだ。今、運いいことに2体目来たやつは一発で倒してた。うん、そうやね。おう、ポロ。なんだコインか。くるくるくる。おお、鍵のようなものに。鍵のようなものに。どう見ても鍵やんけん。鍵の形をしてくるは鍵として使うには強度が足りない。な？お前よくびっくりせへんかったな、それで。ちょっと待って。早く無視した方がいい、無視した方がいい。さあ、そっちじゃない、そっちじゃない。普通に目的地の方向行ったらいいよ。おぉ、ちょっと。ちょっと早く早く早く。だから、死んで、倒して放置してるゾンビは、あんな感じで復活すんねん。ちょっと強くなって復活すんねん。え、確かにちょっと強かった。だから燃やさなあかんねん。あー、体力が。待って、これ取って。取って。取ってからに、イガイガが来るよってに。よってに。ああ、イガイガしてる。そしてそれを使う。使う。素晴らしい。そしたらもうノーモアイガイガですよ。終わる？今日こんくらいで終わっとく？そうですね。とりあえずじゃあ一旦、うん、ここで終わって、って次回からは次回はその鎧の鍵で開けられるところをちょっと進んでいこうか。そうですね。うん。楽しみです。はい。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ね、チャンネル登録ね、高評価。できればね、よろしくお願いします。お願いします。で、大輔先生のね、シネマログのチャンネルも、動画概要欄に、その、うん、チャンネルの URL 載せてるんでね、うん、ぜひぜひチャンネル登録してない方は、こちら行ってね、登録してあげてください。よろしくお願いします。おすすめのホラー映画とかをね、こう、ネタバレなしでこう解説してくれてるんで。はい。そちらも。ぜひぜひ。そう。で、僕もね、一応映画のサブチャン持ってるんで。そうですね。そっちもね。ぜひ。概要欄に載せておくので。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあねー。